はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたにですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、1日予約をブロックさせていただいて、ちょっと太陽の光で真っ白になってますけど、はい、ブロックさせていただいてですね、同業の先生に対してですね、ちょっと講習をさせていただいております。はい、岡山の先生と沖縄の先生に来ていただいているんですけども、今日お伝えしたいのはですね、手首のですね、ストレッチをすると、まあ、首のですね、肩こりがこう消える方法っていうところをお伝えさせていただければと思います。はい、これは家族間でやる方法なんですけども、まあ、友達だったりですね、まあ、あなたのですね、こうご家族に手伝っていただくと、結構その一瞬で肩こり消える方法なので、ぜひ試していただければと思います。はい、じゃあまずですね、西本先生、首左右に倒していただいて、なんかこの突っ張る感じを覚えておいてください。どっちが突っ張るとかってありますか？左ですか？うん、左が突っ張る感じですね。で、これを腕をちょっと上げていただいて、手のひらをですね、上に向けます。まあ、外にねじる形、上に向けていただいて、肘を少し支えてあげてですね、手首をこれをですね、下にグーってやるんですけども、まあ、結構きついのでですね、ゆっくりやってあげてください。で、まあ、痛いけど耐えられるくらい、まあ、痛いけど気持ちいいくらいですかね、ストレッチされてる。はい、この状態で西本先生、ちょっと首を右に向けながら、少し肩を後ろに引いてあげます。まあ、手首を伸ばしながらですね。はい、この状態で、10秒間ですね、ゆっくり10秒間数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構きついですよね。きついです。はい、まあ、こうすることによって手が外側に向くことによって、肩甲骨がですね、正しい位置に戻されることになります。これで首左右に倒していただくと、今伸ばした方の左が結構楽になりますよね。そうですね。うん、で、反対もいきましょう。そうすると多分右が気になってくるので、手を上に上げていただいて、手のひらを上に向けた状態で、少し、まあ、軽く後ろに引きながらですね、軽く引きながら、肘をですね、支えておいてもらって、手首を下にぐっと、で、こうしながら少し後ろに引いて、顔を左に向けるように、そう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 、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでゆっくり下ろします。はい、で、これでまた首左右に倒していただくと、まあ、伸ばした方が楽になる。これはなぜ楽になるかっていうと、手がですね、こうこっちに行けばですね、肩が正しい位置に戻されるんですけど、逆にこっちに行くことによって肩が前に出てしまって、肩甲骨の動きが悪くなっちゃって、首を左右に倒した時に首が動きすぎてしまうんですね。なんでやっぱ首が痛くなる、首が痛くなるっていうことは、首が動きすぎな状態なので、首が動いちゃいけないところまで動いてしまっているので、まあ、突っ張る。なので肩甲骨の動きを良くしてあげれば、首が動きすぎることがないので、本来の肩甲骨の動きを良くしたいんですけど、やっぱり胸の筋肉とかですね、まあ、脇の下の筋肉っていうところも重要なんですけど、こういった、まあ、前腕の筋肉ですね、手の筋肉硬くなることによっても肩こり起こってしまうので、ぜひですね、この方法、はい、まあ、結構きついストレッチなのでですね、はい、まあ、できる範囲でやっていただくと結構きついですよね。きついです。はい、特にやっぱり手を使われているデスクワークの方だったり、私たち、まあ、セラピストもやっぱ硬くなるところなので、しっかりですね、この方法で伸ばしていただくといいかと思います。はい、そんな形で、もしですね、ご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問いただければと思います。また今後もですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。